はい、こんにちは。ということで今回はジオゲッサーをやっていくんですが、今回はスーパー電チャッチャチーム、VS、電車チームでやっていきます。日本鉄道駅をやろうかなってことで、スーパー電チャッチャチームは朝日くんもう朝日くんによる朝日くんのための朝日くんのチームなんで、朝日くんの指示に従ってピンさせてください。朝日くんはスーパー鉄オタで、鉄オタ歴もう15年ぐらいになる、もう本当に全部の東京どころじゃなくて全国の鉄道駅すべて網羅しているぐらいのスーパー鉄オタなんで、筋金入りです。生まれた時電車ごっつ生まれたらしい。そうそうそう、そう、生まれて初めての言葉は、生まれて初めて発した言葉は1700。いや、なんかちょっとおぎゃーおぎゃーじゃなくて1700って言いながら生まれたから。えぐいえぐいな、神話だ、神話。そう、もう創世記、創世記、創世記でした。じゃあ行きましょうか。それ終わったらちょっとなんかもう一個やろうと思ってるのは、海外のホラーマップみたいな、なんか廃墟とかなんかそういうのがなんか映ってるような難しいマップ、廃墟の街、はい、やっていきます。はっ、行きましょう。あ、はい、じゃあ僕たち1.5、はい、ペリガキ、お前国わかる？国はわかります。え、なんかこいつね結構すごいんよ、国の位置パッてわかるんよ。あ、でもやっぱサッカー好きだから。え、なんかそう、フランスだって、ディーディーフランスがシンガポールにあると思ってたからね。まあ、ディーディーは本当にお猿さんだよ。モンキー、スーパーモンキーだからディーディー、やばすぎるあいつ。そう、ゲームできる猿だから。そう、ゲームができるお猿さん。ポッキー887頑張りますわ。名前に統一しろ。電車で、電車駅ある？電車要素？電車？あ、じゃあこれ駅の近くじゃない。宮崎ってもう書いてある。あ、これ草原。あそこに駅ある、あそこに駅ある。マックあるじゃん、ラクダハウス。な、駅どこ？え、なんかそもそもさ、宮崎神宮、はい。あ、いや、鳥居に書いてあった、普通に。宮崎神宮駐車場だね。宮崎神宮駅あります。BS しました。ちょっととりあえずのゲスだから。あ、フォルクスワーゲン宮崎ってあるから、ここだ。ジャストなの。ちなみにこれ、やればやるほど倍率上がってくからダメージの。なんか、そういうルールにしたんで、多分最初はそんなにって感じだけど、だんだんやばくなってくるはず。宮崎だって。接してる、大丈夫だよ。そうだよ。ペリガキ、宮崎といえば何？宮崎だね。ナイス情報。宮崎ってどこだっけ？宮崎ってどこ？え、ちょっとさっきフランスの話で褒めたのに。マクドナルドまで 1.5 キロ。いや、どうでもよ。マジで。むず。食いたくなってきた。ここかな？ここだな。俺や。ここ、多分誤差2、3メートルぐらいだと思う、俺。じゃあ、押せよ。おい、いいよ、押せよ。ごめん、下だ。南ですね。あ、そう、下だね。の下。いぼう！まあ、ドローやろ。まあまあ、ドロー。まあまあ、これはもうドローも上回ってくんのキモいな。はい。アッシーの方が近いじゃねえか。さすが、キモータさん。さすが。刺したの誰？ JR、会津、飯豊。会津、飯豊。待って、駅名あるっしょ。萩の駅。バカ田舎。うるさいなぁ。JR だね。JR だね。OK。萩の。まずは JR。福島の会津若松よ、わかんない。の周辺。そう。いや、わかんない。海のがどこか。あった。OK。はいや。これ山形？ああ、そこから？まあ、会津は山形かもしんねえな。え、だから全然駅ないんですけど。相手刺してます？これ。え、山形だ！はい、本当に山形じゃないの？これ。山形屋って書いてあるよ。山形探せ、ペリガキ。山形だ。山形。でもなんかバカにしようと思ったけども、敬意がもう溢れ出て。黙れ、マジで。キモすぎて言葉が出ない。ここ刺して、ここ刺して。ここ。よろしく。了解しました。仰せのままに。よし。え、じゃあ、マジでないんだけど、俺ら。ない。会津美里ある。福島国体。山岸旅館。待って、見つかんねえ。会津本郷、会津若松、もう適当にもう、待って、会津あたり刺すしかない。え、会津めちゃくちゃあるぞ。福島、ミント、適当に刺せ、福島、ペニガキ。あ、
萩野あった。あー、ひだ。うわー、うわ、キス。キーボこいつ。素晴らしい。いや、余裕で勝ってるやん。ドンピシャやん。誰これ。お茶、キーボし。先生、明るさんいいねちょっとやばくない？いいねペリガキいいねな、これ中学生 VC 聞いてる気持ちになってきたよどこ何市北海道の北海道の北海道って言われてる滝川、ああはいはいあはい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 知らん、ここら辺だったね気がする知ってるの知ってるのまずね、滝、北海道のど真ん中ら辺だと思う滝川市、滝川市滝川駅おい、どこだ、ペリガキ、滝川市え、待ってないいや、調べろ、調べろあ、オッケーあ、あった、あった、滝川あるから滝川しますよ、一旦あー、ここね、ナイス、滝川駅滝川駅調べる、滝川駅調べるえ、わかんない、わかんない、ちょっと待ってどこどこ駅見つけられなかったら橋だぞあ、そちら、そちら、そうだ、そうだ、そうだ、オッケーオッケー滝川だね。あとロータリーの中だからここだね。ペリガキ北海道行ったことある？ない。ない。美味しいものあるって知ってる。ああうまいよ。一応それは知ってるんだ。知識としてあるんだ。美味しいもざっくり。ざっくりだろ。美味しいものがあるってなんかまあそれはそうだけどって。これ誰？朝日朝日。うるせえ。はい2メートル。違う、これはね朝日くん、ここで点取れなかったら輝ける場所ないもんな、確かにどこ駅っすか言い過ぎ、言い過ぎ、お前も言い過ぎだよ桑名市、桑名市桑名市、桑名市桑名市ってどこだ桑名駅桑名市聞いたことあるね、わかる愛知とかじゃなかったっけあの青看板見に行きますわ、もう愛知はね、名古屋、名古屋って書いてある、愛知桑名名古屋待ってよ、ここ行ったことあるかもしれない愛知の名古屋なのバレるぞ、家ペリガキ行ったことあるからあなたは食わな食わな食わな違う、旅行でここじゃねえもうナイスこれでペリガキが名古屋在住ではないってことが分かっちゃってたんだよ何市桑名市はあれだよ、お奈良とか、あれあっちじゃない、三重とかそっちら辺だったと思う、桑名は名鉄あ、はい、はい、はい、すいません。愛知っす。はい、熊、熊なってる先生、頼みますよ。熊なぁ。熊なの、ノースウェスト。ノースウェストにあるってことは多分、コノのあたりで多分、コノが今指してる。でもなんか、これどこだろう違うかな多分。ペニガキどうするこれで全然違ったら。わからん。分からんか分からん俺加藤委員がある加藤委員がある加藤さん知らん知らんクワナあったこれだこれだ何どこでも JR でこのクワナはあいいよあいいよ名鉄じゃないの一緒名鉄じゃん横にあるやん JR の横じゃないこれ多分 JR であったんじゃないかなとは思うけど。あ、ちょっと違う。なんかこれ、三重県だ、さすがだ。ほら、そうだよね。だからなんか、名古屋なんかと思って。ほら、合ってる。三重県。うわぁ、ちょっと、ちょい負け。見つけたの俺だけなの。朝日やば朝日が、朝日がやってる。うわぁ。こいつ、キモいかもしれない。味方へ。カモじゃないな。これ田舎、これ田舎。田舎だね。まあまあ。いや景色が綺麗で素敵やん。え、これどこだろう。三方駅だって三方駅。若狭。三方駅。あの福井とかあるかな。あはい。福井どこ？若狭はなんか地名であったような気がするんだよな。ほらあった若狭町あるわ。すごい。すごい。あ三方これじゃ。すごい。でも若狭駅ってどこ？あ、そしたら若狭駅じゃない三方駅か。あ、待って、郵便局がある舞鶴、オバマ舞鶴オバマは福井市だよ舞鶴だったら福井でしょ青看板あった舞鶴ってこの辺だよ京都と福井の間だよ俺指してるオバマだってこの辺あったあったあったオッケーオッケー指すわペリガキ見ろオッケー見たそこねこのどこ指したよ私指した間だよオバマここじゃないのオバマ駅じゃないよ何味方だよ味方あ味方だそうだ味方ねあーごめんやらかしたかもしれない味方
で、待って、詳細なところまで詰めるか。あと20秒。あ、傘の見方。いいよ、いいよ、いいよ。あ、ここで合ってるか、ここで合ってるな。合ってる、合ってる。ここだ、OK。はい、のだめで行くぞ。はい、0メートル。味方、味方。あ、無理だ。結構上だ。うわぁ、そっちね。ない。いやぁ、2メートル。さすがだな。これでも2メートルなんか。絶対なんか向こう忖度してんだろ。え、待って、1点も与えられてなくない？待って、相手気持ちすぎるかもしれない。何全部わかんない。これは、あれ、俺の最寄り駅に似てる。本ムタベ。本ムタベ。あ、ムタベは佐賀県、佐賀県南下市。そう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 、この辺、川津？近づ？この辺。唐津？この辺。あ、九州、本ムタベ、九州。そんなに早くわかんの？佐賀か、佐賀か。オッケーオッケー。佐賀なん？ムタベって佐賀か、佐賀か。佐賀県か、オッケーオッケー。オッケーオッケー。唐津だったら、上の方、佐賀県の。いや、そりゃ知ってる。え、それはなんだ。あった。本部旅あった。滋賀県の左上。うるせえ、いいからゲスしろ。おうち山本。佐賀県焼津市。佐賀県か。あ、あったかも。え、どこゲスしろ。押せ。佐賀県の方だ。佐賀県だ、ごめん、佐賀県です。佐賀県の焼津。適当にこの辺刺すか、俺、行った。いや、もっとちゃんと見てればよかったな。大牟田の大牟田じゃないのか、これ。大牟田関係じゃないんだ。本牟田べ。本牟田べ。やべえ、なんかこれ、徹底的にやられてる。なんだ、この、アウェイすぎる。え、なんか、ボーイズの村。暴走、だから千葉、暴走の村。千葉のなんかの。やばい、これもう関東。いや、これやばい、やばい、これ朝日んちだ、これ。やばい。朝日んちある、朝日んちあるよ、これ。これ、駅名ない。あー、待って、千葉県だ。下さ。千葉県好きなんですか？あ、すいません、千葉県住んでるんで。すいません。はい、すいません、千葉県住んでるんで。やめろ、マジで。アナウンサーのこと？あ、待って、逆だった。こっち刺して。ごめん、こっち。はい、すいません。あ、なんか分かりました。全然違うとこかと思った。誤差ですね、誤差ですね。下房だから。松。多分この辺の方が。成田なんちゃら。え、松戸だ。成田ってこの辺だよ。成田空港市街。下房松崎駅。下房って下の方でしょ。下の方だと思うけどな。ただやさっきわしのに地元出たら勝ちじゃん。え、これミスゲスしてるやついない？これ。ミスゲスしてるやつ。反対側。じゃあ、それが朝日です。それが先生です。黙れ。すいません。失礼しました。大変失礼しました。お前マジで黙れよ。待って、もうしょうがない。ちょっと待って、分散しさせ。分かんない。まあ、ちょっと。うわ、結構上がガッツリ成田か。1メートル。すげえ。41メートル。バトル1メートル。あ、勝った。あれ。あれ完璧な勝利。早くない？やばすぎん、なんかもう。朝日さんね、なんか最後、千葉県だー。朝日さんかっこよすぎる。朝日さんか、朝日さん。いや、せっかくに貢献したのにこんなに叩かれてる。味方からも叩かれてる、なぜか。え、すごいよ、この人。あ、こっちのあなきゃ、駅のこっち側じゃなく反対側だ。そう、逆だとか言って、なんか全然違うとこ押したんかと思ったら、線路の逆側って。あー。もう意識高すぎて。もう一戦やろ、もう一戦行こう、もう一戦。待って、気のすぎてさ、言葉出んねんけど。ペリガキ、レイジ寄せ。お前、苦しいんだけど、そんなクソガキにも言われんの、マジで。ペリガキ、ダメだよ、アセクに優しくしないと。すごい良かったよって抜けちゃうから途中で良かったよって言わないとダメだよ。オッケー。さあ、神上州福島。いや、知らないよ。福島県？いや、とは限らん。上州福島って書いてあるの？上州ってことは普通にあれじゃない？長野とかじゃないの？知らんけど。上信で合ってるよ。福島じゃない。あ、そうなんすね。うるせえ、いいから、長野あたりです、探せ。ベニガキ、電話番号探せ、ちょっと活躍しろ、お前。あ、ごめん、電話番号関係、見えない。子供飛び出し注意らしいです。待ってか、地図あるの？あ、違うわ、なんでもねえわ。なんか、甘いリラック、歓楽町っていうの、これ。歓楽町。歓楽町、福島。あ、福島臭いね。福島の歓楽。
電話番号742257。関係ないな。市外局番省略しちゃってるわ。そう、多分そう、だから無理。あ、福島の国道254号線沿い、藤岡って書いてあるな。小畑藤岡って書いてある。いや、全然わかんねえ。あ、でも向こう押してないな。陰キャ転生さん、ちょっと口が悪いですよ、先生に向かって。うん。わかんねえわ、これどこか。失礼の、失礼のないようにね。九州福島ってどこ？で、どこ？あ、違うわ、信州長野。どこ？わかんない、わかんない、俺。福島駅前、メガネ宝石、なんちゃらこうちゃら。え、福島駅の話が出てんの？全然見つかない。向こう多分余裕だから、ね、多分俺ら待ってるわ、これ。多分これ、俺らが押した瞬間、ペン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 。え、別に福島じゃない？こんなに福島行ってて。いや、でも、待って、違うわ、これ、群馬だ。あ、いや、それ下行きすぎじゃない？多分、郡山の方まで行っちゃったでしょ。いや、待て。え、本当にこれ、マジで言うといいな。県道197、群馬って書いてあるよ、ここ。群馬でカンラ探してみるか。俺ちょっと群馬で、群馬、俺一旦群馬探してみるわ。お前行け。群馬探せ。ナイスで記憶、群馬にあったカンラ町。ここナイス。そんな下なんだ。俺ずっとさ、看板見てたらさ。あ、上州福島あった、上州福島あったよ。俺刺すね。富岡って書いてるな。富岡製糸場って知ってるか？うん。いや、知らん。おい、お前不登校だから知らねえんだろ、どうせ。絶対しかもこれ富岡製糸場の近くだぞ。4キロって書いてる、富岡製糸場まで。めっちゃ近い。めっちゃ近いじゃねえか、これ。社会の時間に絶対やってるだろう。俺らが全員押したら押すみたいな感じなのか。もうハンデ。キモい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 。え、なんこいつら何してんの？え、何してんの？ちょっと待って、ち、違うよ、順応だよな。あれ、どこ？やったぜ。あら、分かってなかったのか。え、どうしたの？え、え、あれ、駅にわか、駅にわかオツなんだけど。あ、全然違うか。あ、そうだよな、そうだよな。あ、危ない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 。上信鉄道思い出した。ちょっと待って、ちょっと、うるせえ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 、次次行こう、うるさい、次行こう。 JR 西日本、伏見なり伏見なり伏見なり、刺した、さ、駅刺した、駅刺した、駅刺せ、はいはいはい、オッケーオッケー、はい、刺せ刺せ、オッケーオッケー。伏見なり神社じゃん、これ京都だよ。え、何駅なんだ。いや、伏見稲荷駅。ちょっと待って、やべえ、そうだ、あー、京都有利だ。稲荷駅って書いてある。どこだ。伏見稲荷、京都。ここだ、ここどこ。ここだ、あった、早い。伏見大社、あった、あった、あった、稲荷駅、駅、駅。俺はさすがに差つかなそうだ。さっきのガチで分かんなかった。え、どっちの駅。伏見、これ2つあるくない。え、あ、大社が、稲荷大社があるから、まあ、大丈夫。そうだね。何この、なんか、何この絶妙なさ。だからな、数メートル、ほんま気持ち悪い、ね、あいつら20メートルを間違えてる。あいつらダセーな。気持ち悪い。いや、駅、普通に駅でしょ。山口県土地かや調査駐車場って書いてある山口だね、山口の、駅で。いや、これ結構、結構山口県のメインの駅だよ、これ、多分。山口駅って書いてますね。山口市、山口市。いや、だろうな。あの、田舎のありえない話なんだよな。山口駅って書いてある。え、そうそう、田舎は新幹線も乗れるし、田舎は このレベルでトップ駅だから。山口駅って書いてあるんじゃないか。はい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 、はい、何でも知ってるじゃん、はいはいはい、すいません、はい、すいませんでした。やめろやめろやめろ、いいからです、いいからです、ここ、はい、ありがとうございます。もう分かったんだ、ここいいから。本当にいい駅じゃん。いや、まあ、僕ら田舎出身の田舎民からすれば普通のいい駅なんですが、あの、東京都民からすれば多分終わりです、これ。え、これ多分普通の駅で、あの、終わり、終わり、おわおわ駅、これなんか青梅駅に劣るって感じ、多分なんかもうレベル的には。やべ、地形。いや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 、5000以外打ってないのやばくないのか。何これ、うん、うわ、5メートルも遠い。まあ、こういうところでダメージを。山内町さっきみたいなのがないとな。ね、ないと。なんて書いてんの、なんか書いてあるか。山内町観光マップ。三冠坂。武雄市ってなんだ。山じゃねえや。武雄市って間坂。むっていう字あるから、関東じゃないかな。うるせえな、武雄温泉とかあったよね、確か。あれあったね。何、沼坂駅っていうの。
あー、九州のどっか。竹雄？竹雄ってどこ？竹雄温泉。もう普通に知らないんだけど。山梨とかなんじゃね？佐賀銀行って書いてあるわ。普通に探しに行こう。佐賀銀行。竹に押すってどこだっけ？佐賀、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 了解。佐賀県山。ここ、待って、一旦押す。これ竹雄市ここね。竹雄市。竹雄市っていうのか、これ。で、駅名は？何駅か分かんなかった。山内。あったあった、これだ、これ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 。多分これ、多分これ。おそらくこれ。いや、わかんない。隣駅のイベントかな。あー、みかん坂。みかん坂。そこら辺の駅を指しまくるか。イベント、イン。駅を、大丈夫だよ。この辺の駅を、イン。なんか、あの、つい長尾。長尾、長尾指して。もう一人が、上有田指して。違うわ、三冠坂、三冠坂。こっち、こっち、私の方、山内って書いてある。あ、大丈夫？三冠坂？いやいや、まあまあまあ、別になんかそれぞれで刺せば、まあ一応じゃあなんか、温泉多そうな、あれ大分刺しとくか。待って、勘弁してくれ、マジで。とりあえず刺した方がいい、刺した方がいい。とりあえず、とりあえず、知らない、知らない。あってなるの？何か思い当たることが。先生あれ終わった。あれ俺のが詳しいな。あれ電車、あおりんこ、あおりんこ。電車要素はなかったけどな、ちなみに。動画の趣旨ぶれますよ。誰だ先生の顔に泥塗るの。あれ先生の顔に泥塗るなんて言うじゃない。あれ、なんか動画の趣旨壊れちゃうんですけど。イージー、イージー、朝日くん、イージー。いや、うっせぇ、こいつマジで。なんか COD の子供ボイスみたいな感じだ、マジで。終わってる、こいつ。イージー。ベンチャーオタクか。ダメ、もうマジで暇人の勉強しすぎ、暇人習いすぎ。マジで許せ。暇人の良くないところ濃縮してるわ。つけれ。マジ。いや、暇人が悪いわこれ。いや、これ暇人のせいでしょ、ペニガキこうなってんの。ダメな教育だ。あ、誰か入ってないの。いや、でも向こうなんかインカ先生入ってない。早く入るって言ってくる。インカ先生、インカ先生、レジしろ、レジ。せのせいにできるのめちゃくちゃいいな。優秀だな、これ。ほんと、これ優秀だったな。三軒茶屋だ、三軒茶屋。三軒茶屋方面。三軒茶屋方面。上田ガチガチの東京。でも、もう渋谷のあそこでしょ。世田谷線だ。あー、これは本当だ。多分。え、おむ。なんか、ペニガキの発言ちょっと怖くなってくるな、私。マジで。嬉しい。あ、はい、はい。東急世田谷線、こちら。三軒茶屋。神町じゃない。神町ってどこ？神町あった。三軒茶屋方面。神町。神町。ちょっとくんさん任せなんだけど、私も何にも言ってないよ。三軒茶屋わかんねえよ。ねえよ。そんな都会に住んでないから。これ。こんなとこ来たことない。ここ。いや、ここね、都会っていうか。まあなんか、もっとそっちなんだ。そうそうそう、なんか都会っていうかって感じ。え、なんか渋谷みたいなとこにあるのかと思ってた。あ、刺してなかった。想像以上に遠かった。おほ、いや、まあ5000ね。あいつら19メートルも離れてる。あ、マジでありえないわ。ここは渋谷側見てた。ドライブ行く人とかここら辺でよく通る感じする。この辺なんかもろもろ駅だ。何これ、どこだ。東京でドライブとか終わってるだろ。へー、すごいいいな。なんか違法建築みたいにない。天王寺駅。いや、これ汚いの、本当だわ。天王寺動物園。大阪っぽいよね。いや、大阪、多分汚いの、大阪。お前、大阪。お前、田舎もダメでさ。お前、どこ住んでんだ、お前よ。何やこれ、ちょっと見えない。普通に駅名が見えない。天王寺駅前、あ、はい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 。天王寺駅前って書いてある。ね、天王寺駅前の、そう、路面電車があるから。のどこの駅なのかがわかんない。駅名が。大阪の天王寺ってどこですか？どこですか？ペニガキお前、大阪じゃないの？そんなに。どうせ大阪じゃないの？天王寺あった天王寺。いや、今度 IP 版しようかな。IP、あ、IP 版。ワンチャン海外 IP とかかもしれない。海外するの。え、やだよ。めっちゃ金持ちでしたみたいな。もうほんと信じられないから。超金持ちで香港在住とかだったらすげえ最悪だよな。どこですか？わかんない。ちょっと待って。あ。場所は？え、わかんない。路面電車。あ、安倍野駅、松虫駅と。落ち着いてください。落ち着いてる。ちょっと待って。あれ、駅名が見えないね、まず。ちょっと待って、安倍野。
ね、安倍の元町、安倍の元町。多分松伏駅なのかな、いや、違うかもな。わかんない。天王寺方面だから、多分松伏駅で合ってると思う。知らんけど。こっち？駅前？こんなところなの？なんか変じゃない？なんかちょっと。そんなでかくない？駅距離がおかしい。踏切だよ。おかしいよね、これ。なんか様子が変だぞ。天王寺駅前。なんだか乗り場。天王寺。なんか。お前天王寺駅なんじゃない？俺ここら辺だと思ったんだけど違う。違うわ、天王寺駅に行くための乗り場ってことこれ、もしかして。は？あ、そういうことか。あ、松とか。まあでもまあ20、まあ20ね。あ、所詮20。合ってる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 、危ない危ない危ない、焦った。危ない危ない。天王寺でもなく。やばい駅じゃね？これどういうなってんのこれ？みんな伊豆市松尾。松尾。あ、大丈夫、青看板あるから。青看板あるよ。山。山って。山って。さすがに雑すぎん、山は。滋賀の大津滋賀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 。山。滋賀ってさ。滋賀ってこんな感じなんだ。マジ何これ。知らない。あ、ちょもう青缶見るわ俺。青缶見る。わかんない。駅なの。塩気さ始まる。大津。お前さ。え？大津。おい滋賀県だぞ。あ、これ滋賀じゃなく。あ、滋賀だ。おお滋賀だじゃん。あの国道1号線沿いのなんか駅がある。多分水口松尾駅。そうを探してほしい。水口。あったゲスここに滋賀じゃね。え、そうだね、滋賀っぽい。もう行ってるよ滋賀って。おいさ、話聞いてた？マジで聞いてない。チームゲーだぞ。あった水口松尾。おお、ナイス。はい、やばっ。え、ちっちゃ。1号線をなんか遡ってったら、絶対さ、こんな1日に10人乗らないでしょ、これ。確かに。それでもね、こう地域の、さすが、地域の足りやすさ。あいつら、22メートル。2桁。地域の要だから、こういうのは。でも大事だから、中身は擁護するよ、これを。まあ、JR ないと死んじゃうもん。死んじゃう、マジで。各地席大。あ、金城大学、金城大学。0762、07だったら多分山口とか。わかんねえ。佐賀、何笠間って書いてあるの？加賀笠間、福井県の。金城大学って書いてあった。金沢ではないよ。金沢ではない。あ、いや、金沢福井の加賀市の加賀笠間駅。松なんとか市って書いて出てるな。小松？あの、任、あ、任。あった。さあ、朝くんが本気を出してきたよ。ガチ本気じゃん。え、加賀温泉郷みたいなのあるのってさ、下じゃないっけ？オッケー。岡間見つけました。白山市街。セントラル白山松本？松本ってどこですか？なんか松本城とかあるよね。なんか松本城ってどこの話だ。やばい、もう適当に私九州探そう。ちょっとわかんない。石川だ。何？石川かも。マジ？ナイス。ナイス。石川さんで。よし、ナイス。ペニガキ。ナイス。ナイス。ナイス。救った。ナイス。なんとか耐えたね。石川住んでんの？いや、住んでない、見っけたんだよ。70キロ。あー、もう笑いが止まりませんね。もうやめに来てるだろ。あー、でや、そういうイリオットあの、間違えたら馬面さんにバカにされるぞ、お前。今、鼻で笑われたわ。ごめんなさい。鳥取大学前だ、そうです。いいと思います、なんか英語積極的に使おうと。鳥取大学前。キモいやつ2人目見えたな。本当やな。これは大学っぽくない？鳥取大学駅前。鳥取大学の位置がまずわからん。いや、別に鳥取大学だからって鳥取になるわけじゃないよ。いや、そんな。あった、発見。ナイス。ペリガキ行きたい都道府県とかないの？北海道。あ、北海道行きたいんだ。何に北海道いいよね。北海道。ナイス。おーし。
意味ねえんだよね、1メートル勝ったところで。これ負けた。はい、負けた1メートル。もう1回ミスったら負けみたいな勝負。もうそろそろ 2.5 倍ダメージは1回ミスったら負け。もうなんかある。もうミスれないぞ。駅なんかわからん。待って、そこで逃げる俺。くらみえ駅。え？くらみえ駅。静岡って書いてない。静岡中央銀行って書いてますけど。寒い川に待ってな気がする。え、寒い川に町って知らない？静岡ってあんまないんだよな、多分電車。クラミ。静岡は電車も流行ってない。いや、大変、私たちのお力が。白飛びして、クラミってどこ？東日本のどっかクラミってどこ？なんか、なんか、あ、茅ヶ崎。はいはいはい、茅ヶ崎。クラミ駅。ね。静岡らしいで、静岡。いや、静岡なのか？静岡じゃないよ。違うよ。違う、静岡じゃないです。じゃないです。ああ、おい。余計な、余計な口出しをすんな、お前。マジで。はい。静岡はないです。JR 東日本じゃないんで。ここでお願いします。わかりました。はい。わかんねえんだよ、俺静岡詳しくねえんだよな。お前、おかしいだろ、詳しくねえ。お前、何、転勤族なんか、お前。転勤族。俺、東部から出てたことないんだよね。ないよ、なんか。もう待って。現場付近しかわかんねえんだ、俺。もうなくした。向こう分かってないで。いや、そんなことないでしょ、さすがに。暗闇駅のどこかでしょ、問題は。いや、絶対静岡とかなんですよ。さすがです。うるせえ。ああ、静岡中央銀行は別に神奈川にもある。ふざけんなよ、静岡中央銀行。静岡中央銀行が悪いな、これ。静岡中央銀行のせいだ。静岡銀行だから。これは静岡中央銀行が悪いですね。静岡だと思っちゃったわ。ちゃんとね、朝日さんね、紅茶さんが、ここ静岡って言った時に、朝日が、絶対静岡じゃない。すごい、かっこいい。かっこいい。かっこいい。ヒーローだ、ヒーロー。いや、ダメだ、俺、やっぱないで。何、何、よくね。はい、次はちょっと世界の、なんかこう、ちょっと廃墟みたいなところのやつなんで、気軽にやりましょう。ああ、同じ編成で。お前も使えないから、朝日いないよ、お前。いらない。お前は。世界、任してください。お、ペン書きマジか。日本あんま喋んないわ。なんか適当なサイトとか見てていい？世界がね、こういうのだよ、世界って。クローズアフタービューイング。これアメリカです。こういうのだからな。あ、これアメリカなんだ。オッケー、じゃあアメリカ刺すわ。これアズカバンです。オッケー。本当にそうじゃない？本当にアズカバンじゃない？これ。ジェイコブ・シクンドゥラ。え？南アフリカとかもあるんじゃね？え、でも綺麗すぎん？いやいや、ジェイコブ・シクンドゥラ。あれくれ、このさ。あいつ、運下した。いや、適当。ローメンアイランド、クラスファイド・ピープル・ディフェンダー。このフォーマットの刑務所は、明らかに刑務所だっけ？いや、俺さ、南アメリカ・タイ。ね、俺もそんぐらいだと思った。英語やから、普通に英語的なところさせてくれたらいいかな。アメリカの。これ外出れないんだけど、何これ。え、これモンタナ州、これモンタナ州のビリングです。ビリングスです、これ。え、ない、ない。え、ガチで言ってる。適当。もうやめろよ。南部、アメリカ南部じゃないかな。なんか黒人とかが多いから、アメリカ南部とかキューバとか、多分そういう場所の気がする。なんかそういう、こういうところがありそうな。なんかめっちゃ汚いトイレの部屋に出ちゃった。これちょっと待って、本当に映せないと。え、これアルゼンチンとかじゃないの？あ、それか南アフリカかも、これ、このノリ。アパルヘイトみたいな。アパルトヘイトか。そう、それだ、多分。サウスアフリカ刺しとく、俺。あ、これあれじゃない？ワンチャンあれじゃない？アパルトヘイトのさ。多分、そういう感じだと思う。南アフリカでいいと思う。ジョンソン・マランボ、本当だ、日本人っぽく。日本人じゃねえわ、アメリカ人っぽく。日本人ではないな。南アフリカで日本人ですか？アフリカっぽい名前感じするの。アメリカか。よし！よし。え、こんな、そうか、まあそんなもんか。え、ぐ、いぐ、キモ。こういう隙間なんや。こんなところに。やっぱ日本だよ。歴史要素だわ、これ。え、俺やっぱすごい。いや、無理だ、じゃあ。これね、私無理。いや、違う、俺もこれ多分これね、普通のジオリスタのマップじゃないから、俺分かんない、これ。あ、これフィリピン。戦争の後。フィリピンではないと。フィリピンではないね、間違いない。動かない。両脇赤くない？動かない。アラビア語だよ。アラビア語。
え、なんか、え、はい、え、なんか、え、戦争起きてない、戦争起きてない、なんか、建物倒壊してる、倒壊してる建物が。普通に戦争で。え、シリアとかかな。これは、パキスタンに一人刺せ。パキスタン、この辺にイスラマバード一人刺して。オーケー、刺す。俺刺してる。ああ、ペンガキ刺してる。ペンガキ、俺の刺してる場所刺して。で、ヨルダンに一人。フィリピンに一人で。で、イランとかに俺撃とうかな。もちろんなんか日本の撮影所みたいな。テヘランとかに、テヘランとかに。日本の撮影所。ヨルダン、ヨルダン、ここに撃って、コノさんこの辺のヨルダンに撃って。てか、なんかレバノンとか、多分戦争じゃないから、これ、ここまで荒廃するってレバノンとかしかない気がするけど、レバノン、シリアとか。エジプトとかさ、タイとかに見えてきた。タイではないな。はい。タイでしょ。わかんねえな。ペイルートはどうとか。わかんねえ。やばい、さっきの伊勢はどこ行ったんだ、俺らの。いや、もう、あれだよ。みんな声に元気が。陰キャ喋んなくなった。ねえ、何もわからねえ。待って、イランに刺して一人。あの、なんだっけ。ここ、テヘラン。俺さ、ああ。まあ、シリア。イラン、イラクだね。イランのモーズ。イラク、これ。イラクか。いや、でも、いや、まあ、近い、ナイス。ナイス。わかんねえ、そんなの。俺、真剣ゼミに見てねえ、それ。真剣ゼミには出ない、闇の。え、まあ、同じの出た、俺。あれ？山と川じゃん。え、まあ、同じの出た、俺。山と川じゃん。闇の。え、まあ、同じの出た。あれ？山と川じゃん。や、闇のところ？いや、闇のところ？え、待って、俺なんかね、俺ミス、俺、Google マップがちょっとバグってる。え？俺なんかさっきと同じ、え？やばい、始まっ、え？さっきと一緒な、これ、単純に。さっきと一緒な、バグった。覚えてる？ここら辺、イラクの右上。ここ、え、な、モスル？ Google マップがちょっとバグってる。え、俺も同じところ見てる。え、俺も同じとこ見てる。違う、理論しろ。え、これ AI アートインポスターで打つ手なしのときに出てくるやつ。これ AI アートインポスターで見た俺、これ。あ、ここも動けない。あ、文字わかんねえ。待って。でも、これ、なんか。ペルーだと思う、多分。この辺差しなの。いや、この植生、ペルーと見た。俺はブラジルに逆張りで刺す。俺も逆割りでノルウェーに刺すぜ。川が流れてる。ノルウェーないよ、こんな。わけない。あ、でも S に太陽上がってるな。ここだ。いや、ここだ。なんか、ヒヨルドとかそういう感じなのかなって思った。もう自由に刺していいかも、なんか正直見て、見て。気がかりないよね。ここじゃない？ここじゃない？これで違ったら俺らは悪くない。しょうがない、これは。うん。ただ、バグあんのよな、そういうなんか、やり進んでも風景変われへんみたいな。でもなんか、実際は、ちゃんとなんかゲーム自体進んでるからみたいな。だるいな。川のとこここじゃない、そんななんかピンポイントでここじゃないみたいなことできる。なんか最強だったりする実はなんかもしかして。ペリガキ最強だったドッキリ始まってた。はい、ペレー。あれ本当にそうじゃん。ペレーだ。本当にペレーだ。すごい。ペルって言ったじゃん。うわ、あえ？やつら。ああ、ペルーなんだ。はい、これ多分バグや。で俺らだけ見てないってこと？本当これしかも次もないこれ。これで勝つぞ。俺はこれで勝つぞ。あ、これで勝つぞ。朝日さん。あ、なんだよ、うるせえ。教えてください。これ、ここはどこですか？これはね、カナダ北東部のあれだね。これあれだね。いや、だって大陸全員一大陸にしてピン刺すしかない。一人一大陸、一人一大陸に行くね。俺、オーストラリア大陸行くわ。お、アメリカのど真ん中刺したもん。どこ？日本じゃねえの、これ。あ、これ日本マップだろ、ほんとに。やばい。どっかの動物園の上だよね、これ。いや、で、これ、猿が住んでそうだから、フィリピン。あ、でも、まあまあ、でも、全然フィリピンだから、全然。いい。人々はフィリピン見やる。これさ、マングローブじゃないよ。くんさん。はい？俺らバグって、同じ風景しか出ない。違う、それ、リロードして、F5。あ、ほんとだ、いけた。でも、刺しちゃった。更新ってどれ？ここどこ？次からだ。森になった。ブラウザの更新。ああ、ぐるぐるね。終わった。え、これ何？どこに刺すの？え、俺は香港。感じたままにさせ。感じた。もう俺正直こんなん感じたまま以外わかんない、俺も。こんなん誰に聞いてもわかんない。どっかの島かもな、ワンちゃんこんなのもう。香港かな。香港か台湾だと思うな、俺。俺はここに刺すぜ。あえてな。ハンガリーだ。なんだここ。なんだこれ。いやもうじゃあ俺アジアに刺すわ。アジアのど真ん中に。どこ。
え、待って。アジア。え、これ絶対オーストラリア大陸じゃない？なんか。お？来る？はい、台湾。うわー、えぇ？はい、何がどう台湾なの？いや、なんか台湾っぽい気がして。何が違うの？インドネシア。あ、台湾。時間で、あ、あ、リログしたら時間ゼロからなん、なんねんや。雰囲気。風の匂い。なにこれ？なにこれ？なにこれ？え、アメリカのさ、戦没者の墓地じゃないこれ。怖い。あ、え、なに？あ、え、あ、なんかの戦争の墓だよね、多分ね。多分そうだよね。アメリカとかじゃねえの。いや、だからいやでも英語じゃない、英語じゃない。あ、イスラム系の、あれだよ、文字が。ならフィリピン、ならフィリピン、ならフィリピン。なんでイスラム系でフィリピンない？フィリピンにイスラム系の人住んでる？なんだこの文字。好きすぎだろ。お前絶対フィリピン行った時あるだろ。お前フィリピン。この文字なんだ？待って、ちょっと待って待って、これインドじゃね、本当に。わかるよ、いるよな。そういう系の文字。アメリカか、第一次世界大戦のヨーロッパか。いや、服装的になんかさ、この女の人は、なんか黒い、あれ、なんか、ん？なんだこれ？どこの国の服だ？移動できなくね。ね、服装的に多分イスラム系にちゃうかな。そうだと思う。イスラム系の帽子かぶってるわ。1990年。ここら辺だとは。もっと情報ないかな。これ、この旗、ボスニア・ヘルセゴビナの旗じゃないかな。どこに旗あるんだ。いや、この旗、いや、ボスニア・ヘルセゴビナの戦没者の墓なんじゃないかな。これ、コソボ戦争、なんか死んでる隊、年代がコソボ紛争とかあった時じゃないかな。もう全然知らない世界史だわ。わかんないけど、1990年。何もわかんないぐらいの。ネパールかも。ああ。いや、ブータンかな。多分どっちかかも。とりあえずネパール刺すのじゃん。俺じゃあブータン刺すわ。中国みたいな建物、なんかその中国気取りした建物のやつは結構なんかブータンが多い感じする。ああ、確かに。影響されるかな。わかる。どうだろうな。普通じゃないよね、この墓の並び方。怖い。普通じゃなくない？なんかこれ。普通じゃない。量やばいよね。量もやばいし、なんか合同葬儀みたいな雰囲気しない？なんか。統一されてないかな。一人一人やってる余裕はない感じの兼ね方だよ。統一されてる感じがする。え、なんか遺体とかなさそうじゃない？この範囲。確かに遺体はないよ。だからやっぱり確かにみんなボスニア平成ゴミ刺してるけど大丈夫か？これ知らねえぞ、これこんなに刺して知らねえからな、これ全然。あ、ボスニア平成ゴミだ。あれ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 あああ終わった。すごっ。あ、ちょっと煽ってくるわ。お疲れお疲れ。あれさっきと全然違う。お疲れ様。あ、世界ゲスト楽しい。お疲れ様、楽しい。いやもうマジでもね、イージー、あ、イージー、あ、イージー。はよ、向こう。お前は何をしたんだよ。くっそ慣れとる。やばい、ずーっとイージー。くっそ慣れてる。俺、全然俺、ジオゲスターの知識使ってないからね。これ関係ない。なんか世界史とかのが大事な気がする。あ、あ、なんかやばいの出た。いやで、なんか人が、なんか幽霊とか映ってたりするもんじゃないの、こういうのって。幽霊映ってたら、それすげえだろ。幽霊映りそうな雰囲気はあるよ、なんか、うん、え、なんかあれ、天気の子の最後のハイビルみたいな。これ長崎の軍艦島っぽいよね。軍艦島とかなんじゃないかなって思っちゃうよね。すごい。え、軍艦島じゃない普通に、本当に。え、これ軍艦島ワンチャン。そんなことはない。いや、いや、歩くね、軍艦島。あ、ありえるありえる。だってこんな、なんかめっちゃ高いもん、なんか、マンション感ある。多分軍艦島みたいな。あー、軍艦島です。合ってます、多分合ってます、合ってます。軍艦島です、長崎県。いや、分からん。いや、全然軍艦島っぽい雰囲気あるけどな。軍艦島の場所わかんないですけど、ね、にしか見えない。もうそれにしか見えなくなってきた。軍艦島って長崎じゃないの？長崎の左側。あ、待って日本語だ、日本語だわ。あー、軍艦島でしょ。コロさんの曲にの PV に出てきたみたいなドットやるぞ。なんかあれから数十年、この橋島って書いてある。この分かんない、端っこにある島っていうのを指してるのかもしれないけど。あ、本当だ、日本語だ。軍艦島って打ち果てていた。通称だから結局。あー、そうなんだ。そう、あれでもそこ池島じゃない？なんか違うよね、別だよね。なんだこれ、こんなところ行ったのか。これヘビとかムカデとかすごそうだよね、これ。このなんかこのいっぱいさ、島が集まってるところのどれかだろう、多分これ。五島列島そうなんかな。そんな遠かったっけな。五島列島と間ぐらいだったり、孤立した感じするんだよな。
でもなんか近い、本土に近いかな。ああ、まあまあまあ。みんなでもなんか、なんとなく軍艦島だったでしょ。あ、橋島って言うんだ、しかも。橋島。あ、もうちょっと南なんだ。あれ橋島、橋島だ。そうだ。ジョメラ。知らねえ、これもう、もう崩壊してる。日本でも俺わかんねえもんな。これはさっきのとこじゃねこれ。これさっきのところだ。さっきのとこだよね。イラクのやつ？イラクのやつだよね。一瞬で動けなくなっちゃうの。俺も動けないよこれ。あ、もうシンプルに動けない場所なんじゃないの。いや、イラク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 絶対イラク。これはイラクです。なんでしたら動けない。あ、文字そうだわ。いや、Google か Google か。あ、ええ。あ、さっきと同じだ。本当だ。さっきも順位だ。あ、この順位は多分車検の番号だと思うね。多分これ。で、車検の番号のこの車検の色が一緒やったから。さっきも同じ。全く同じだったこれ。そう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 。で、ここはどこなの？え、知らない。言語はさっき、いや、さっき全く同じところ出たから、多分まあイラクの上の方させばいいんじゃない？イラクの上の方。知らないけど。いや、俺さ、サッカーのさ、スタジアムとかのさ、近くになったら多分絶対わかる。サッカー、おお。サッカースタジアムで廃墟ってあるかな？なんかそれこそなんかもうヨルダンとか、そう、結構悲しい歴史を追ってるなんかサッカースタジアムとかじゃないとありえなそうだな。いや、なんかあれ、なんかサッカーの関連のやつみたいな。サッカージオゲス。そんなサッカー好きなの？サッカージオゲスやってみるじゃん、この後、ちょっと。やってみたい。のじゃじゃよかったね、仲間ができて。ナイス。ナイス。ナイス。勝ちだ。俺、しかも、のじゃじゃとポジション同じでした。そうなんだ。あ、これ、リロードした方がいい。私を見えてる。なんだこれ。毎回バグるのやばいな、これ。なんか、韓国、これ韓国。なんかでも、いや普通に英語。なんか意識してるよこいつら。なんか一回見たことあるこれ。一回見たこれ。OK、社会。スペースハイパードライブ入った。あ？俺もなんか。いや僕回線弱すぎてちょっとハイパードライブ入る。イギリスだろ。イギリス。なんかある なんとかかんとか。イギリスの国旗。ユニオンジャック。ああはい。ユニオンジャックから。カナダ。カナダ。あ、なんか船があるな。カナダ。確かにカナダ。カナダ国旗がある。国旗があるっていうか。普通に。イギリスの向こうに行けるの。いや多分違う。これはカナダとイギリス同じだから。だからあるだけ。元イギリスの多分昔のイギリスの時の要塞で。ああ。なんか二重に壁がある。これフィンランド。要塞ってことはヨーロッパ側にあるってことこれ。いや違うんじゃないかな。俺ジャルメニーに刺すわ。なんでなぜ。ブライトンとかドーバーとか刺しとこう。そうね。うん。多分なんか基地っぽいよね。さすがに。なんか多分第一次大戦の。うん、要塞跡みたいなな。そう。敵をこね、ここ刺してみ。ここっすか、うん、俺のところ、俺の場所。ロンドンじゃないの。違う、多分。俺の刺してるとこ刺して、敵をこ。出てそう。マスケット城とか持ってるからでもちょっと違いそうだけど、観光地っぽいけどね。基地ってよりかは。もっと昔か。大砲があるんだけど、なんかああいう大砲じゃない、なんか、何、前奏式みたいなやつある。うん、ああ。めっちゃ早いなと思う。まあ、じゃあなおあれだよな、大陸と近いだろうな。多分ね、海峡の方でいいと思う。うん、普段に。多分そっちでいいと思う。うん。ちょっとなんか軍事系になるとちょっと口強くなるの面白いな。普通にキモいよね。キモいよ。はい、饒舌になる3人な、マジで。でもさ、なんか大砲新しくない当時の再現だろ、さすがに。当時の再現に決まってんだろ。こんなピカピカなわけないよ。天然だな、結構。今守ってます。全力で守ってますみたいな雰囲気。でも、こんな古い砦って、カナダに作るかな。あ、ちょっと待って。赤い服着た、なんか、わかる？あのさ。あ、わかるよ、わかるよ。おもちゃの兵隊みたいなんでしょ。護衛する人。はいはいはい。それイギリスでよくある。これ多分普通にロンドンとかと思うけど。ロンドンね、こんなのあるから。へぇー。お、ほんとだ。敵陽光さん。すげえ。みんなイギリス刺してんじゃん。あ、全然知らない。はい、違います。ユニオンジャックあったのに。マジか。俺が刺したってことにしよう、一人で。ごめん、これあれだ。なんか、雪の方。何これ、何がこれ、怖い場所。雪の方。森だ。なんか廃墟みたいなのが。廃墟。なんか奥に廃墟っぽいのがある。なんかある、うん、
これさ、レンガ作り なんだろうね、これなんか全然、全然わかんない。これ結構貧しいぞ、これ。これさ、あれじゃね、これあれじゃね、あの、なんだっけ、原発爆発したところ、あ、チェルノブイリ、ワンチャンない、ワンチャン、あれ、多分クソ草生えてるしさ、なんか、ソビエトのチェルノブイリってさ、Google 入れるの？入らせてもらえてんの？なんか、エスケープフロムタルコフっぽくないやん、ここ。ね、確かに。これさ、チェルノブイリとか、これチェルノブイリ説ある？なんかやばくない、なんか雰囲気。全然出してほしくないな、チェルノブイリ。チェルノブイリホラーストップとかで。え、なんかさ、バイオの最初みたいなとこだな、マジで。すげえ怖いな。なんか何々教みたいなさ、シンボルみたいなやつあった。え、それもしかしてユダヤ教か？いや、わかんない、なんかすごいな。どういうシンボル？なんて、見に行く、もう一回。チェルノブイリってどこだっけ？チェルノブイリってウクライナだよね、確か。ウクライナ右側、ウクライナの右上とかだった気がする。キーウの右上とかだった気がする。白い服着た人。でもさ、この木の生えぐらい白い服着た人。チェルノブイリとか。あ、待って、あのなんか、東方正教会のマークの墓がある。そして原発のマークがある。あ、原子力のマークある。本当にこれチェルノブイリかも。チェルノブイリってどの辺なんだ？これここチェルノブイリ、ここ名前しか知らない。ここです、チェルノブイリ、ここです。あ、多分これ本当にそうかも、チェルノブイリかも。マジ？こんなにえ、なんか建物があって、てかチェルノブイリが生えてる。しかもなんか軍人めっちゃ守ってる、なんかロシア、なんかちょっとおっさんがめっちゃいかついおっさん守ってる、ここ。なんか文明があった感じして、木々がこんな生えてこないもんな、普通の国、普通の場所じゃ。チェルノブイリでしょ。相当長く放棄されてるんだけど。そうだ。あってる、どこ？あってる、あってる、あってる、あってる。場所的には。エスケープフロムタルコフ感すごかった。ここもお墓っぽい。マングローブです。お墓っぽい。お墓だ。お墓の人の名前は、いやー、ちょっとわかんないね、これ。いや、英語じゃない。でもデイビッドどって読みそうな感じちょっとあるけど、どうだ。これフィリピンじゃねえの、これ。これフィリピンじゃねえ、ペニガキ。これフィリピン押したらもう。フィリピンじゃない。これフィリピン押したらどこ。これでフィリピンさ。以外押してフィリピンだったら泣くだろ、もう。そんなフィリピン好きなのに、フィリピンの場所分かってねえのかよ、こいつしか。え、フィリピンどこ？アメリカっぽいけどな。え、アメリカって、なんか、アメリカってどこだっけ？え、アメリカってどうそう？いや、知らん。仮想じゃない、どうそうだっけ、ね、キャスどうそうでやってるけど。じゃあ、まあ、アメリカの可能性はあるの。でもなんか、え、なんか、木とかなんか、よくわかんない。ボーン・ブローケル・ロッテンバーグって書いてある。あ、ならジャーマニー、ジャーマニーって書いてある。なんか、川とわかんけど見えるよ。ハンノーバーただこの人が生まれたところだけだからわかんないけど、あ、そうだよね、かなっていう。そういうこと？とりあえずドイツ差しよ。ハンノーバーあった、ハンノーバーあった、ハンノーバーここ。あ、でもなんかすごいこの画質悪い感じ、画質悪いのアメリカとか、日本とオーストラリアの中多分どれかやと思うから、多分アメリカでいいんちゃうかな。アメリカはアメリカ南部の旗あるわ。あのアメリカ連合なんていうの、南北戦争のあれある。あ、南北戦争のイメージなんだよね。これさ、今情報何も落ち、え、どこどこ。いや、アメリカ南部、アメリカ、オッケーオッケー。俺ね、画面が暗転して何もわかんない。うん、リロードしよう。リロードしろ。なんか海近いよ、これ池。ここっぽいんだよな、なんか池が近い。池、ここになんかある。でっかい池みたいなのある。あるある、池沿い池なのかな、なんだ、川かな、わかんない。生まれたところが画質が荒すぎて、なんかワンチャンあるから。俺全然なんか、ね、俺アメリカ刺すよ。誰かフィリピン刺し。フィリピン行け、フィリピン。誰かじゃなくて、おめえが刺せ。お前だよ、お前が責任持ってフィリピン刺せよ。最初から騒いでただろ、お前。俺ドイツ。マジだか。え？まあ。ナイス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 。全然ナイス。まあ、ドンツーで済んだ。アメリカ？植生が、ドイツ出身の人。ドイツ出身から渡ってきたのか。え、フロリダであんな画質なんだ。画質終わっちゃうよ。これなんだこれ。何ここ。あ、これ嘆きの壁じゃないな。これベルリンの壁じゃん、違う？え、ロンドンじゃないかな、ロンドンじゃないかな。え、ベルリンの壁じゃないの？あれ、俺なんかこれ、何これ、見たことある。でっか、墓でっか。え、ごめん、ロンドンだと思う。なんかさ、あるよな、なんかそういう文化。
全部仮設トイレに見える。え、なんだっけこれ。これさ失礼だよ、これさ。これさ失礼なこと言ってるよ。いや、ちょっとだってデカさがなんかドアに見えるじゃん、だってしかも。どう見てもいい。こんな墓の枚数の仕方。見りゃわかんだろ、バカだな。墓だろ、どう見ても。すいません。あ、ビル見える、ビル見える、ビル見える。あ、すごいね。ほんとだ。都心部だ、都心部だね。そうだね。お、黙れよ。だからなんだよ。ちょっとゲスしろ。なんかさ、これロンドンじゃないかな。ロンドン押してみろ。ロンドン好きだな。ロンドン行けもう。ロンドン行っちゃえもう。ロンドンなんかすげえシダ植物生えてるけど、ロンドン行けもう、こうなったら。この中に入れるってこと？見えるんだよ。シダ系ロンドン。あ、でもロンドンかもしんねえよ。なんかね、建物の感じ。外出てね。建物の感じが。こういうなんか文化なんだね、なんか。こういうとこストリートビューに撮るって普通にこいつら墓嵐じゃねえの。まあでもイタリアって書いてあるよ。なんかイタリアって書いてあるよ。そうそうに。え、マジでロンドン付近ならトリノぐらいかも。イタリアやってみます。イタリア行きますか。結構高層ビル見える。像があって普通にイタリアって書いてある。新 SD ステーション知りませんね。ここら辺だと思うよ。レオナルドさんしてるから多分アメリカじゃね。アメリカのどこからやな。アメリカやったら西側かも。墓地から出れない。なんかクレイジージャーニーで見たような気がするんだよなこれ。ソースはクレイジージャーニー。そう。じゃあなんかいやでもなんか分かんないけど、俺はなんかこの空気感、ブラジルとかの空気感ありそうな気がするけどな。いや、ブラジルの建物はレンガそうね。イタリア、確かにイタリアってがっつり書いてるわ。あれ、まあじゃあイタリアは指してくれてるから、なんか俺は直感でブラジルあたり行ってみようか。サンパウロとか行ってみようか。じゃあ俺ペニガキの代わりにフィリピン指して。あ、まあフィリピンはもう確実に誰かが一人ベッド続ける。これでフィリピンだったらやべえよな。ニューオーリンズ。ごめん、今最後に気づいた。ニューオーリンズって書いてある。ごめん。おお、ナイスナイスナイス。おお、よしよし。はい、同じとこまで引っ張ったな。でかいぞ。でもイタリアって何？何あれ？だったでしょ？なんかさ、バカじゃなかったよね、あれ。なんか象でしたよね。何これ？サウジアラビアじゃねえのこれ。いや、もうこんなん無限に。本当空爆受けたみたいな。なんか PUBG でこういうとこあったよね。あった、あれルインだっけ。あの、なんだっけ、ミラーマーじゃなくてなんかルインみたいなやつ。そう、ルインこの尖った塔はでもイスラム系っぽい気がするけどな。またなんかこんな感じのが出てきたな。またサラチじゃね。画質くそ、サッケルぐらいだろ。なんかさ、僕東大ない？東大みたいな。そうだ、東大東大、いや、ちょっとそっちじゃない。でも何が原因で廃墟になっちゃった？すげえひび入ってんだよな。なんかそれこそね、やっぱ戦争がなんかあったのかな。戦争かな。白い壁のレンガ造り。いや、アフリカ、北アフリカ沿いじゃないかな。白い壁を作るのはチュニジア、アルジェリア、モロッコ、リビア。でっけえ建物あるな。広いかな。アラビア語なのは分かる。そう、なんか砂っぽい土地だよね、なんか雰囲気。なんでなんか。シリアとか全然そうしてる。砂っぽくてアラビア圏でなんか戦争やってるとこ。SW。でもこれさ、別に白い建物を作ろうとしたんだけど、結果として白くなっただけじゃねみたいな感じの。風化してるだけ。ああ、でもなんか言葉書いてる。塗料焼けたんかな。バイカット・アフ・ディナ・アウ・ラブ・イ。全然わからん。でも英語書いてる。なんか多分。まあ多分この辺刺すしかないような気がする。シリア、イスラエル。俺3マップ連続で暗転しとる。ふざけんな。2歩進んだら真っ暗になる。回線弱すぎ。画像読み込めない、もしかして。回線弱すぎ。わろた。なんかどっかの国境部刺すわ。ああ、それありかも。確かに、うん、どっかあれだろ、どっか喧嘩しとうやろ。絶対イランとイラクの間とかちゃう。そうだね。ちょっと違った。で、粉っぽい。ここだな。ここです。解説欲しいな。これ編集の人頑張って解説してくんねえから。いや、多分解説してくれるわ。こちらはって。こちらはどこ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 です。これは何を理由に廃墟になりました。解説が欲しい感じで。編集ポン。残酷なこと言うな。地獄の作業にしてる。一緒にも喧嘩売るんか、お前。おー、ドバイ。ドバイだぞ、これ。
何そっちか、そっちなの、そんなことあんの、そっちなんだ。まあいいや、まあまあまあ全然。ドバイの上だ。あー、そこらへんか、わかんない。なんかドバイってやばいよな。これもこれまたなんかゾチェルノブイリとか、チェルノブイリやってか、もうこんだけ、これこういう系のエリア見せたことあるんだけど、でもなんか普通に人がいるぞ。もう最初から真っ暗だ。俺はもうこのゲームを楽しむことすら許されないんだ。ん？何？チェルノ？チェルノじゃない？これなんか。でもね、なんかさ、明らかに立ち入り禁止っぽくないの。入って入れせずに。人おるけど、人おるで。一応チェルノビリ押すよ。え、なんか普通に子供が歩いてるぞ。でもこれ、でもあそこ観光できるよ。ウクライナ語書いてる。でも。ロシア語じゃないと思う。ウクライナの何かな。チェルノブイリ一応ね、なんかちゃんとガイルいれば。あ、そうなんだ。見れるらしい。あ、これ知ってる。なんか知ってる。行きたいなって今言おうとしたけど行けないんだよな。待って、俺これ知ってる。1時間ぐらいだっけ。知ってる？なんだ、どこどこ？フィリピンか？フィリピン、そうっすか？いや、これフィリピン。いや、フィリピンだよこれ。手に書き。これはフィリピン。間違いない。フィリピンすごいな。いや、フィリピン。フィリピン何でもある。もう。なんでこれウクライナかもしんない。いや違う、これペリー、これフィリピンな、俺らのミスだ。ウクライナかもしんない。いやいや、これあのね、俺これさ見たことある。いや違う違う、フィリピン、いやフィリピン、英語で、いやフィリピンだと思う俺。このね、キリル語で愛があったら、あのウクライナしかないから。愛、愛はない。愛ない。愛、愛自体愛はない。あ、なんか BI、BI みたいな、なんか繋がってるやつ。文字の B に大文字の愛チェルノブイリやろ、繋がってるやつ。いや、ぽいけどなぁ。とりあえずチェルノブイリ。いや、この草はフィリピンだと思うな。何の映画だよ。え、あのゾンビの映画で、ウクライナのこれが出てきたような気がする。だから俺はウクライナに刺す。いや、でもフィリピンじゃない。60年ぐらいでこんな風になるんだもんな。ほら、来た来たねぇ。チェルノブイリは一回工場戦で大失敗してますからね、わかりますよ。うんうんうん。いいねぇ。でも負けた。クワドラップのダメージ4倍だわ。なんか人いる。怖っ、目横見て右。え、何これ。怖っ、何これ。何これ。そういう宗教みたいなとこなんだ。いや、生きてない。ブードゥー教とか。人形じゃないのこれ。あれ。何え、どういうこと。あっ、今、みんな何が見えてる。え、人が並んでる、人が並んでる、なんか右に。え、右に？あ、停止した。え？ああ、はいはい。車の右に。え、今のどこだったの？チェルノブイリだったの？え、もうなんかもう、俺はもう1分前の世界を生きてる。わかんねえ。めっちゃ安定するな。でも信用人員だから。あ、でもあのユーロ車あるわ、ユーロ車。いや、これカナダゲスします、これ。カナダの気がする。感覚というか、全然なんか右側にいた人たち全然カナダっぽくなかったけど、ああでも、え、ユーロ車だけどな。ユーロ車だったら多分ノルウェー、スウェーデンとか。ああ、でもそんな感じじゃなくない？そうだよね。一応そうだよな、それがそうだよな。ポーランドですか俺。じゃあ一応じゃカナダさせておくわ。1個ね、保険で。オッケー、まあ一応保険で。いやでも草がこれはね、寒い地域、フィンランドに生えてるタイプの白樺が生えてる、フィンランド高地およびこのロシア周辺のこの辺な感じな気がする俺は。飛び出してきますみたいな人形もあるじゃん。飛び出、そうそう、なんか一体さ、飛び出そうとしてるやついるんよ。なんかいるよね。これなんで廃墟なのこれ。わこれ誰も刺してないから、アメリカ刺そう。一応アメリカ一人行ってもいい気がする。アメリカとかカナダとかなんかそういうノリ。サウスダコチャ、ドンピシャ。どこだった？フィンランド。フィンランド。ですか、行ってこい、ここ。ノリでやるしかない。あ、危ねえ、フィンランド。あ、いや、これ無理や、これ。いや、耐えるか？耐える。あ、ギリ負けた。あ、負けました。ですか、行ってこい。はい、勝った。ちょっと煽ってくる。下がったね。お前は煽れる資格ねえだろ、あいつ。聞いてください。あのうちにさ、一人全、うちのメンバーに一人、あの画面がずっと真っ暗で戦力がいる。なんかやばかったね、今回。何だから萩さんですか？あのペニガキさんがなんかサッカーマップでやりたいって言ってるから、もう俺あんま助言せずに、なんかサッカーのスタジアムだったらいけるみたいな世界の。え、世界。だからサッ、多分サッカースタジアムってあるから。フェイマスサッカースタジアムです。これなら大丈夫だろう。これで、ね、動くの禁止にしたら俺がゲスできないから。
もうスタジアムだけ見て言うみたいな。電撃、お前が全部ちょっと頑張るわ。キャリーしてくれ。お前なんかさっき一番に煽りに来てイージーって言って、お前何もしてないからな、さっきから。だろうな。フィリピンだーって言ってた。毎回フィリピンって言ってる、こいつ。フィリピン大好きだね。アーセナル、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 アーセナル。じゃあ、ゲスしろ、ゲスしろ。アーセナルはどこなんですか？待って待って。どこか言え、どこか言え、どこか言ったらゲスしてやる。ロンドンの、ちょっと待って。ロンドンゲスすればいい？え、イギリス、イギリス、イギリス。え、ロンドンゲスするよ。イギリスのどこよ？そこら辺の、イングランドの。かわいい。かわいい。かわいいよ。イングランドの。かわいいな。そんなにサッカー好きなんだ。すごいね、でも。ちゃんと、ちゃんとアーセナルってすぐ分かって。すごいね。アーセナルってどこ？アーセナル、イギリス？ロンドン、とりあえず刺したわ。イギリスのとこ？イングランド？イングランドの方？だったらこの辺刺した方がいいんじゃない？バーミンガム。多分その上の方はスコットランドだよ、多分。イングランドって言うんだったらそのバーミンガムとか、マンチェスターとか、あと。マンチェスター、マンチェスターユナイテッド？知ってる、知ってる。あ、じゃあここら辺刺したら？マンチェスターで。ここら辺の、ちょっと待ってね。うん、ここら辺でアーセナルっていうなんか表記が、あーやんキャッスンだけど、すごいね、ちゃんと。でもなんかアーセナルって武器庫って意味なんでしょう、ね、確かそう。だから大砲のマーク書いてんのかな、AI インポスターでバグってそれが出てきたみたいな。まあいいよ、多分のじさが、うん、これでいいよ、適当でいいよ。あー、ロンドンロンドンロンドンだ。え、すごい。相手にもサッカー分かるやついたのか。ハギさんも、まあ、英語書いてあったし。あー、まあ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 、まあまあ10点。え、日本と世界のサッカー、これは何だ？どこのスタジアムですか？ちょっと待って。全然わかんないですよ、僕。リバプール。あ、リバプールですか。リバプールって確かここら辺ですよね。リバプール打ちましたよ。リバプール。LFC。LFC ってロンドンフットボールクラブじゃなくて。え、そんな単純な名前なの？英語だよ、普通に。ありえるな。さっきと同じ。スタンダードチャー。あ、わかんないや。リバプールのアンフィールド。アンフィールド？あ、あったあった。上に、ここら辺にしよう。すごい。すごい。アンフィールドあるよ。すごい。輝いてるぞ。あ、そこそこそこ。アンフィールドの。アンフィールド。あ、多分そこら辺。多分この辺だよ。めっちゃ輝いてんじゃん、今。え、すげえ。え、すげえ。超尊敬する。なんか、電車よりいいな。確かに、なんか、駅分かるよ。これもしかしてタイトル変わっちゃう？変わる？タイトル変わる？いや違う、俺これここ好きなスタジアム。あ、そうなの？好きなスタジアム。何が好きなの？ここの選手が好きで。あ、そうなんだ。いや、俺ここ応援してるチームです。ロンドンじゃねえの？いいはず。まあ、一応なんか予備でなんかどっから刺してく。あ、アメリカあたり刺しとくらしい。まあ日本ぐらい刺しとったらいいんじゃね。どうせロンドン刺してても点差つかんし。うん、じゃあ俺あるパリに刺しとくわ。パリではないだろう。てか相手見るこれ。おお、すごい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 。相手なんて得意分野でもないのにやられてるんだ。怒られてる。あー、はい。ちょっと。めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い。知らねえ。リバプールの L か。リバプールフットボールクラブか。な、知らんけど。あ、これ分かった。ドイツの方。ドイツ？ドイツのどこさせばいい？ドイツの、なんてチームだったっけな、忘れた。フォルクスワーゲン。なんか言ってもらえれば。フォルクスワーゲンアリーナって書いてある。で、あ、そう、そんなところ。いや、フォルクスワーゲン探しとくか。探してみて。もうこういうのって首都圏とこだよな、でも。そうだよね。ね。ッセルドルフ。俺、ハンブルグ探してみる。あ、またわからんの来た。あ、ボルクスワーゲン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 。ドイツかどっかじゃない、知らんけど。一応俺ハンブルク刺しとくから、ドイツの主要都市刺そうぜ、とりあえず。ハンブルク刺して、で、ベルリンと。ベルリン刺すわ。あとこの辺とか。あ、じゃあ俺フランクフルト刺すわ、フランクフルト刺すわ。フランクフルト刺しちゃった。ここら辺刺して。全然。あ、OK、じゃあ俺こっち刺すわ。フランクフルトの方とか？いやー、そっちの方じゃないんだけど。え、どこに拠点があるとか、なんかドイツのどこに拠点があるとか。なんか名前、なんか聞いたことある名前でもいいよ。
聞いたことある名前、なんか大、なんか地名っぽいものとか、なんか物とか、ここら辺だったような気がするけどな。どこ、この俺の写真のところ。あ、ベルリン。そう、ベルリンでいいんじゃない。中のまあまあ別にこのなんか王道都市3つとかさせば、うん、なんかデキボさんがハンブルグさせば、まあまあどうしよう、私どこさそうじゃん。まあコノさんじゃあで、もうほとんど、まあ、コノさん勘でいいかも。大体どこも押さえてる。真ん中あたり刺しておこうか。ボルクスパークとかあるよ、この辺。ああ、でもそこら辺かもしれない。じゃあみんな刺して。ここら辺刺しておく。はい。いやー。あーおー、そこなんだ。はい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 。マンとかボルクスワーゲンとかは、そうだ、ドイツの会社だから普通に。いや、でもすごいすごい。すごいね。切れるんだよ。この辺っていうので、ね。いや、すごい。ほんとだ、ボルクスワーゲンアリーナ。ちょっと待って、わかります。これはどこ、エミレツ FA カップ、知らない単語ですね、急になんかでかい、さっきより全然違う。ウェンブリー、スタジアム、どこわかんの、ってなるのがすごいわ。何もわかんない、国だけでも本当に何もわかんない。ビアってね、フランス語だっけこれ。じゃあ普通に英語、普通に英語。英語かレポート。You can report your anti socialあ、ちょっと眠すぎて、ちょっとお前頼むぞ、マジで。ウェンブリーはロンドンの、またロンドンなんだ。あ、ウェンブリーあるよ、ウェンブリー。ここ俺見つけた。あ、そこか。え、すごっ。のウェンブリースタジアムってとこだったんだけど、サッカー好きってさ、こんなスタジアム知ってるもんなの。ウェンブリースタジアムあったわ。もうみんなで、そこ誘うか。じゃあすごいすげえ、なんか予想以上だった。え、ちょっと待って、朝日くんタイトル取られるぞ、これ。これはちょっと。朝日くん泣いちゃうよ。こっちの方で、こっちの方。あ、どうした。すごい。なんで角度もわかんない。そうなんだ。トモールって書いてあったらイギリス、サッカーって書いてあったらアメリカぐらい。確かに。そんぐらい。イギリスだろ、どうせイギリス。じゃあ俺フランスはフランス語だもんな。特定の分野においては圧倒的にクーさんを超えてる、すげえ。お、しかも選手結構いるやん。あ、もう選手がいるけども楽しんでる。あ、はい。相手ちょっとかわいそう。これどこのスタジアムだよ。いや、でもまあ、でも相手ちょっとかわいそうって言うけど、俺ら最初駅はこっちかわいそうだったから、こっち知らんかったから。いや、でも範囲違うから、世界の駅だったんやけどさ。もうピンポイントで当ててるやばい。3メートル。ああ、ロンドン。やば、やば、で、スタジアム特定してる。あえてちゃんと耐えてる。お、なんかすごいスタジアムだ。でかい。上がる上がる。おい、なにこれ。やば。あ、ブライトン。ブライトンどこ？あ、三笘じゃん。そう、三笘だったと思うよ。あ、違うかも。これチャンピオンズリーグだ。どこだ？わかんなくてごめんな。どこだ？ガキ舐めてたわ。ガキ舐めてた。まだ勝てる、まだ勝てる。負けた心でいくな。勝った心でいけ。マドリード、リアルマドリード、レアルマドリード。マドリードですね。刺すぜ。もう刺しちゃった。レアルマドリードの、あれが、スタジアムは分かりませんと。探せんのこれ。レアルと、待って、これドイツだっけな。レアルマドリードとか。なんかさ、文字書いてない。後ろ振り向いたら、この席で、窓。マドリードって書いてるね。マドリードみたいな。いや、サンティアゴビルナベウ。いや、これごめん。サンティアゴビルナベウ。サンティアゴビルナベウ。どこ？マドリード、スペイン。マドリード刺して。ああ、マドリードはそこで。ちゃんとそこでいいのか。マドリード。どこだ？何スタジアム？サンティアゴビルナベウ。でも意外となんかスタジアムって無理じゃない？相当きついね、これ。え、まあめっちゃ試合見まくってたらなんか。覚えるのかなぁ。でも、そうか、まあ現地に行きたいってなるもんなぁ。うん。え、レアルマドリードってスペインだよね、さすがに。スペインの。マドリード。ど真ん中、スペイン。マドリードだから。マドリードだからね、そりゃ。ごめん。わからんねん、俺。PS ビータって書いてある。ビータぜ、ビータの攻撃。懐かしいな。さあ、ビータでマイクやってた。え、待って、これ何段だ ?1、2、3、4、5。あ、5段だからワンチャンそうかも。え、5段とかでわかんない。え、あ、この席が5段ってことか。にゃん。
アイテム詳しいやついるの？アイテムなんか詳しい。これこれなんかアイテム詳しいね。なんかいるな、サッカー一人。誰かいるか。いや、まあ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 、5歳。まあ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 、5歳も分かってない。誰かサッカーいるのか。ウマズラハギとか。ウエストハム。ウエストハム。あ、ウエストハムね。え、かっこいい。え、天井かっこいい。どこ？ロンドン。ロンドン。オッケー、じゃあロンドン刺すよ。多分ウエストハムの。ウエストハム。すごい。いやーすごいな、ちょっとびっくりした。なべてたわ、ちょっと。そう。ウエストハム。ウエストハム。こんだけなんかでも分かるんだったらマジでできそうだな。適性ありそう、上下適性めちゃくちゃすごい。ウェンストビカム？ちょっと待って、サムそこら辺だと思う。ウェンストビカムはここで、ここら辺だよ。そこ刺してもらっていいですか？はい。ウェンストビカム。もう刺しでしてる。はい。すごい。僕何もわかんないんで。すごい。ウェストハム、まあまあ、念のためこの辺とか刺す、真ん中あたり。あり。なんか適当に散らばりつつ。はい、まあイギリスじゃないの。どこだっけな、イギリス。いや、人種的になんか、うん、てかなんか混ざってないとか、イギリス人っぽくない？なんか混ざってない。でもさ、いや、アメリカってさ、いっぱいさいるじゃん、人種が。ああ、まあそうだね。これはそう。これ朝日くん泣くだろうな、タイトル取ったら。新規タイトルを取られる。朝日くん布団でメソメソしちゃう。多分これやばい。多分これは。これは多分枕ぐらすだろうな。俺今日大丈夫だからって言って。めっちゃ朝日くんイケイケだったのに。めっちゃフラグだったな、本当に。ちょっと誰か石田氏側。僕差し出した。もっと上側差すわ。マンチェスター。あれ？あ、まあ。知らんけどね。だってね、最初はじゃあ朝日くんいるし、電車系のマップやろうかっていうところだったのに。こんなイギリスばっかな。あの、あれ椅子の色で分かった。いやもう相手も分かってないよ。適当になんかのもうイギリス。これイギリスが多いなってロンドンが多いなって思ってさせてる気が感じある。ちょっと痛いこれ。いやまあまあまあ全然だ。で見る。なんか赤い椅子はさっきも見たような気がしたけど。赤い椅子。あ、スターフォードブリッジ、マンチェスターユナイテッド。あ、マンチェスターじゃあ刺せよ。マンチェスターユナイテッド。あ、マンチェスターユナイテッド。そういうチームなんだ。早い。どこ刺してばいい？イギリスばっかだな。待ってください。スタンフォードブリッジってとこです。スタンフォードブリッジ。スタンフォードブリッジ。マンチェスターユナイテッド。マンチェスター。マンチェスター。マンチェスターユナイテッド。マンチェスター刺せよ。マンチェスターのどっか。スタジアムでも一人刺してんじゃん。一人刺したけど、たぶんわかんない。なんか形状が違う。いや、あんまりスタジアムあるやん。スタンフォードってマンチェスターの方だっけな。あ、じゃあごめんなさい。ごめん。ここスタンフォードミュージアムあった。いや、待って、オールドトラフォード。ちょっと待って。え、スタンフォードってさ、あのスタンフォードじゃなくて。待って、俺刺してる。アメリカのスタンフォードじゃなくて。オールドトラフォード？何？オールドトラフォード。オールドトラフォード。まあ一人刺してるから、まあ全然いいじゃん。まあまあ、とりあえずオッケー。スタンフォード、いや、特定が早すぎる。なんかスタジアム、オールドトラフォードか、ね、スタンフォードじゃなくてオールドトラフォードか。これ多分スポーツファンじゃないとなんか、ね、わかんない域じゃない。これ才能がえぐいわ。向こう頑張ってる。向こう噛みついてきてる。うわぁ、よかったよかった。こっちか。これさ、カンニングしてないかもはや。調べてる。アリアンツスタジアム、バイエルンです。バイエルンの方で、ドイツです。バイエルン、ね。バイエルン。すごい。これ夜にね、こう、で、皆さん、あらがうのやめよう。ピレアキリ。バイエルンってどこだ？アリアンズ。アリアンズ見ない。知らない、なんだこの。情報ゼロ。わ、しかも動けない系だ。ドイツ。なんで？あ、そうなの？後ろの看板なんかドイツっぽくない？ドイツっぽいのか。クリッツランドウェアみたいなの。ミュンヘンにゲストするわ。3。もう精査させない。フランクフルト。よしよしよし、ナイス。ベルリンもした。ベルリン、ハンブルク、あとエッセンあたり。ジージ？ハノバル。あ、ミュンヘルンです。あとバイエルンミュンヘル。ミュンヘル。やべ、場所がわかんねえな。何言ってるか分かんない。私もう視点録は止まっていいかな。視点録。ミルハウゼン。この辺なんだ。まあちょっと一応いろんなところ丸だから、まあいろんなところ刺したけどいいんじゃない。念のため。
これねサッカー好きだけじゃこうなれないよ。うん、サッカー好きでもこんなスタジアムまでわかんないと思うよ普通は。世界ばっか見てんの？はい、日本と世界だったらどっち見るの？いや、どっちも見ます。へぇ、ここアリアンスアレーナなんで、はい、ドイエルの、はい、バイエルミュンヘルンの、はい、ドイツです。はぁ、なんかあの俺が世界一オーケストラでこれはララララって言ってみんながほぉーっていう時の気持ちが俺分かった。めちゃくちゃこういう感じなんだ。へぇみたいな。でも50人クラフトの全員の名前覚えるんじゃなくてこういうの覚えた方が有意義だな。普通にウィーン知識もあるナイス。おい結構いてんじゃねえの。うっしゃー来たね。でかいでかい、逆転でかい。当てられちゃったけど、当てられたけど、まあまあ当たってたけど、だけどなんかパッて、バルサ、カンプーノ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 、どこバルセロナ、バルセロナ、スピーカーだ。あー、オッケー、カンプーノ、バルセロナ。しかもこれ1個前や。バルセロナの何？カンプーノ。カンプーノです。カムプーノ。カンプーノ。どこだろうな。だからなんか強いのか。ここまで致命してたら。そう、ギリとの違いそこだわ。そう知らねえ。カタールやん。戦で勝つんだよ。カタールエアウェイズって書いてる。カタールって書いてある。カタール。カタールエアウェイ。これじゃね？わかんないけど。ワンチャン。これかもっていう。マジ。ああ。怖いね、ちょっと刺しておく、俺刺しておく。刺しちゃう、早く刺せよ、いいよ。早く刺せよ、怖い。早く刺せ。刺しとる、刺してる。ぶっ倒すことに。こっちにもスタジアムあるわ。いや、こっちにもあるな。これ、ここ、ここにもある。え、俺、こいつスタジアムあるね。めちゃくちゃスタジアムある。だって、ワールドカップできるぐらいにはたくさんあるからね。まあ、そっか、そうだよな。あ、バルセロナ、ごめん、こっち、ごめん。ミスった。みんな打ってる。いや、打ってない。こっち打って、俺、ごめん。あの、バレンシア打ってバルセロナだと勝手にしてた。カンプーノ。これじゃね？お、つけた？本当？すごい。おお。あれ勝ったんじゃね？死んだわ。あ、多分これ死んだわ。これ死んだでしょこれ。一番急戦。イージー、これはイージー。これはイージー。なに？カタール。カタールって書いてあるわけ。カタールに全部持ってかれた。これはちょっと戻りましょう。やばい、こいつやべえ、マジで。本物だ。いや、俺本当に何もしてない。マジでやばい。え、もう一瞬写真見ただけで、もうはいここ。どこ？はいどこどこ。え、ガチなんだ。え、なんかね、地名もめちゃくちゃ知ってるから、うん、すごい。舐めてたわ。いやなんかイギリスとかじゃなくて、ロンドンの中のどこかまで知ってた。そう。だからそれを探すみたいなみんなで。めっちゃすごい。ディーディーとかじゃないよ、全然上だよ。ディーディーってなんか、国垣のそれはなんかすごいなってなるけど、朝日くんのはそう。いや、俺、いや、それが、もういい。いや、ここら辺で。やめよう。まあ、やめよう。やめよう。ピー。試合終了。いや、アディショナルタイム行こうぜ。アディショナルタイム。いや、あの、優しいのがあって、優しい、これから俺たちが優しくなるかどうかがあって、選択肢があって、今から、なんか別の世界マップを別の動画として撮って、ピネガキのサッカーのやつを、あ、じゃあ、タイトルがその、動画の軸が変わりました。動画の軸が変わる可能性が出て、いや、一緒にしよう。駅めっちゃ得意な朝日くん VS サッカー得意な国垣みたいな、そんなどうですか、折衷案。まさかの国垣が大活躍みたいな。いや、すごかった。でも朝日くんもめっちゃすごい。こんな苦しくなるの。いや、もう俺らマジで。いや、でもね、ちょっとね、なんか、いや、2人とも舐めてたけど、2人ともすごかった。朝日、ちなみに別に俺たち別にすごいと思ってるよ。しゃあない、しゃあない言ってくんない。しゃあない出た。生しゃあない。あれ、何気にあの俺のチャンネルでしゃあない出るの初めてだからね。これ初しゃあない。大丈夫よ。しゃあないわ。しゃあない。こんな感じで言ってんだろうな。こんな感じなんだろうな。楽しかったね。楽しかった。いや、すごかったよ、本当に。じじー。